この大学46回祝式マラソンですが、コロナ後明けの去年で、コロナ明けから2年目といったことですね、今回は2900名の方が参加していただいております。昨年同様ですね、ボールの冷えた体を温めてもらうために豚汁等も用意されておりますので、皆様どうぞご試食いただければというふうに思っております。また私自身も5キロの部で皆様と一緒に走らせていただくことを楽しみにしておりますので、皆様どうかしっかりとした準備運動のもと楽しんで走っていただきますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが私からのご挨拶とさせていただきます。今日は楽しみましょう。お待たせいたしました。まずはロシックスティーバルタン最初の記録、クルーレス10キロに1走にスタートです。佐藤恭選手、竹井選手、行ってらっしゃい。あ、動画、動画、動画しばらく動画撮っとこうと思って。20秒か、もうちょっと早いっすね。そのスタンスなんですよ。そんな言うのが出してたよ。2024年1月8日、ちょうど1週間が経過いたしました。今年初レースの選手も感謝してよろしくお願いします。最高のレースにしてくださいね。頑張るよ。終了後の様子やばいですね、これ。なんかそこそこだな。やば。ブス。本当にブスですね。やば。いや疲れた。大行列。参加賞と、今年バナナって初めてですか？去年もありました。ないな。あんま見たことないんですか？あ疲れた。顔がチョベリバだね。チョベリバ。いやでもなんか崩れ方がやっぱ達成感に溢れてる。どうも。タオルもらった。あ、今日キュウちゃんじゃん。あとバナナだ。
助かる。そう、キューちゃんなの。ありがとうございます。すごいバナナ。僕の裁量。イエーイ、イエーイ。久しぶりだ、キューちゃん。キューちゃんめっちゃ久しぶりですよね。あ、キューちゃんもちゃんとあれだね、服着てるの。あ、ほんとだ。いいシャ、いいタオル。これデザイン的には最高の、うん、結構いいですよね。ダウンサイズ、ダウンサイズ。ナナミさん、伊藤が実況だ。あー、豚汁だ。やったー、豚汁。お疲れ様です。かわいい。いや、頑張ったよ、頑張ったよ。豚汁ちょうだい。おはよう。イエーイ、お疲れ様。豚汁です。表彰中みたい。5キロを走ってスタートしてゴールを果たされました。沼田市長より特別賞の記念金の授与となります。まだまだお若い、背筋がピシッとされております。総合でも見事トップのタイムでフィニッシュいたしまして、改めて高校生女子5キロの部門見事入賞を果たされました選手の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。5キロを走られたということで、市長を走っていてどうでしょうか。非常に疲れました。やはり市はスポーツ健康と宣言の発生ということですが、市長も普段からスポーツはされているのですか。いやー、まあ、あの市長になってから調べなりましたね。県議時代は県庁の階段上り下りぐらいは運動はしましたけど、ほとんどしなくなっちゃいましたね。今後も来年も走られるということで。そうです ね、 いいですね。5キロで十分です、はい、10キロは走られる。10キロは無理でしょう。今回全体のスキーマラソン全体を通しては感想とかされていますか。去年よりも100人ぐらいなんか参加者が少ないという話だったんですけど、ただその分沿道に出てこられた方の方は去年よりも多かったような感じがしましたね。そういった意味では雰囲気は非常に良かったような感じがしますね、はい、ありがとうございます。最後になんか一言、はい、最後に、来年はもっと練習して参加します。はい、ありがとうございます。はい、すみません。お忙しいところ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか、走って。楽しかったです。まあ、みんな集まれば余裕ってこと。一人じゃできない。間違いない。やっぱね、オーディエンスの、ね、声援が嬉しかったですね。オーディエンスなかった。特にね、ユーゴンにね、温かい声援が。美しみ温かいです。本当にありがとうございます。キモいなんてみんな言わない。かわいい。頑張れ。かわいい。謎にかっこいいがってる。やる、かわいい。かっこいいわ。気に入ってくれる。ね、温かい街です。やっぱり走れてよかったです。だったです。来年もやるで。走りましょう。走りましょう。やで募集中です。イ